はい、どうもこんばんは、ラムロットです。フランボの実況続きやっていきたいと思います。いや、もう最近ですね、 YouTube の動画コメント欄を見ても Twitter を見てもですね、眠くなる、ラムロットの実況は眠いっつってね、いじられているラムロットなんですけども、時計が壊れてるんですよね。ちょっとその話をこのおっさんにまず聞いてたら、ちょっと問題が起きたと。俺には問題なんて何もないと。時計が壊れてると思うんですけども、動かせないと。手伝ってくれませんかと。時計が壊れてる。そんなことはありえない。助けてくれないと困るんです。私のために直してください。お願いしますと。なるほどね。ただで時計を直すことはできないと。My life's time goes to waste. 時間が無駄だってことですよね。そんなことは。じゃあどういうことですか？大きなゴールデンコインが必要になってくると。一つの時計を修理するのに対して。タイムイズゴールド。なるほどね。時は金なり。そうですね。コインを持ってないんですけども、コインをね、持ってる人がいるんですよね。時計は直してくれないらしい。一応聞いとくか、コインはどうやったら手に入るのかっていう話をね。あ、なるほどね。こうゴールドをあげるのが好きなカタツムリがいるから、そいつと話してこいと。それはよかった、ありがとうございます。勝てるかな、こいつだよな、こいつだよな。勝てないんだよな。前回もね、結構カットしたんですけどね、そこそこ長い時間やってたんですよね。これ早送りしたら面白いんじゃないかっつってやってたんですけども、長かったね。頭を使うことが苦手なんですよね。無理だもんな、もうこの時点で無理だもんね。まあなんか勝てる方法があるんだろう。お、これチャンスじゃないか。ここに、真ん中取ってだな。そこに置くよね。無理ですよ。ほら。マジで？今のは完璧にこう早送りをするつもりでやってたのにな。いいや、もうもらったし、ありがとう。You are monster、 お前は怪物だな。いえいえ、いやー、早送りしたかったな。今回の構成的にはあそこを早送りして面白いパートを作るみたいなね、せこい方法を使おうかと思ってたんですけども、問題があると。ここの会話は一緒ですね。時計が壊れた。早くお金を渡すところまで行きたいな。直してください、お願いします。はい、ワンビッグゴールデンコインだもんね。でも一つの時計につきってことだから、多分後々またゲームをしないといけないかもしれないな。さあ、ここに、ゴールデンコインがありますと。まず先に仕事を教えてくれないかと。直してくれるんですか？in exchange for this piece of gold, the name of our time.まあ、とりあえず、なんとかのなる元において、修理してやると。I beg of you, accept my offer. お願いです。聞いてくださいと。もちろんだ。インクレディブジョブオファー。インクレディブルジョブオファー。ベリーファッショナイト。そこまで言うならやってやろうと。さあ、ビッグクロックに行って直してやろう。お前、そういう下半身をしてたんだね。
まあ、下半身というか全部下半身みたいなもんだけど、さあ、であれは時計のこっち側だな。直してくれてるね。どうですか、直りそうですか。まだですか。これ俺クリックしないとダメなのかな。ベリーオールドクロック、うん、君が正しかったようだ。時計は壊れている、うん、直せますよね。もちろんだと思う。ちょっと待っていてくれ。お季節が、なるほどね。さあ、治ったらしい。一体どうしたんですか。 Somebody was playing a dirty game。 まあ、なんかいたずらをしてたんですね。一体どういうことですか。誰かが壊したんだと。インモラル、モラルのない道徳的な、不道徳なことをされたと。ブレーキングがディフェンスレスクロック、何もできない時計を壊しやがってと。なぜ誰かがそんなものを壊したがるの。カマラス、ウィンター、マウンテンコットレム、ザ・ストーンズ、理由はたくさんある。一体何の話をしているんですか。理解できませんと。カマラスっていうのはイーブルダークネス、悪の暗闇だと。あいつらはリマーの元で働いていると。ザ・テリブル・ブラック。カモラスは、オンリー・ワーロー・イントゥ・ディス・ラウンド。なるほどね。カモラっていうやつだけがこの世界に入ってくれる唯一の悪だと。そうですね。イブ・ウィハ・ワラン。リマーがこう石を欲しがってるってことは別にこう驚くことでもないんだが、私に理解できないことがあると。それは一体何のために、目的がわからないと。あの医師たちは特に彼に対して何の意味もなさないと。彼のキングダム、彼の王国に対しても。そして石っていうのは冬にしかないと。リマーがジャイアントブラックモンスター、でっかい黒いモンスター。あ、なるほどね。リマーっていうのは、ヤギの仮面をつけた黒くてでかいモンスターですかと。死んだヤギのマスクの、俺をずっとつけてくるやつだな。あ、そうなんだ。 Yes, you know him. Yes, I know. I think it's because of him I'm listening.あいつのせいで私はここに連れてこられたんだと。私は人間だと知ってるでしょ。おー、アフューマン。なるほど、うん。私もその石が必要なの。なるほどね。その石があれば家に連れて帰ってもらえる。家に帰ることができると。うん、まだ遅くはないと思う。ああ、だから君は冬に早くなってほしくて、マウントコットレムへ向かっているんだなと。そうです。グレートウィザードと話さないといけないんです。石を借りるために。うん、さあ、時計は治ったぞ。お、何かアドバイスをしてくれるのかな。あ、何これ。アドバイスじゃないね。なんか、便利なものをあげるってことだね。リモートコントロールフォーザクロック。あ、いいね。だから、ちょっと遠く離れてても、あれを使えるんだ。クイックターン。インジャストアクイックターン。それはまだプロトタイプだと。離れすぎていると使えないかもしれない。そして覚えておくんだ。時間というものは、無限大で、レイヤードリアリティ、現実というものは何重にも重なっていると。だ、気をつけるんだぞと。気をつけますと。ありがとうございます。あなたはとても優しいクロックメーカーなんですね。コグウィンドと呼んでくれと。わかった、コグウィンド。私はフラン。じゃあ、さよなら。インセプションっぽいことだよね、要は。あ、なるほど。
とりあえずここで適当に。これ秋だな。これ冬だな。で、このデフォルトの季節ってのはこう春なのかな。春、夏、秋、冬だな。とりあえず夏にして。いや、秋じゃなかったっけ。こっちにいたキリギリスが。あれ？もうない。なんかレモンを収穫するみたいな話をしてたんだよな。してるね。レモン一つもらえないかしら。すまないが、レモンは限りのあるソースだと、君にあげることはできない。なるほどね。このレモンは全てこの木から取れたものなんだと、あ、行っちゃうんだね。さあ、ここはとりあえずもういいとして、あ、なんかいる。あ、ここがバーなんだ。グッドデイリトルレイリー、チケットを見せてもらえますか。持ってない。どうやったら手に入るのかな。すべてのイッサースタの市民にはこうチケットが与えられると。なぜ君ら持ってないんだいと。私はシチズンじゃないと。ここの市民じゃないからだ。新人ってことかねと。Too new for me と。なるほどね。君を中に入れることはできないと。じゃあ一体どうすればいいんですか。中に入りたいんだけど。いや、こんなことは今まで起きたことがなかったからわからないと。いや、入れてくれてもいいんじゃないかな。自分で中に入る方法を見つけないといけなさそうねと。季節を変えれば。いるね。あれ、冬になると誰もいないんだ。あ、ちょっと待ってよ。なんか落ちてなかったか？気のせいか。さあ、冬になったんでちょっと上行ってみようかな。洞窟ができてるぞ。これ上にも行けるんだな。あ、ここには来たな。何あれ？え、何あれ？今の見た？見たよ。一体あれ何だったんだ？あれは多分シャドウズだと思う。あの影か。あいつらはもう見たくないと。アゲイン。また？病院のそこら中にいたのと。私は家に帰りたい。家にはすぐ帰るよと。約束してくれないかなと。何が起きても、あなたと私はずっと味方でしょうと。もちろんだとも。約束する。それはよかった。さあ、何かしましょうと。じゃあ、この洞窟の中入ってみようかな。あ、こいつが噂のザ・グレート・ウィザード。読めない。何かを作っているらしい。あなたがグレート・ウィザードですか。てんてんてん。てんてんてんじゃねえんだよ。助けが必要なんです。私はフランと言います。私はあなたの助けが必要なんです。あなた喋れるんですか。君はたくさん質問があるようだなと。それはいいことだ。王様があなたなら助けてくれるって言ってたと。一体王は何て言ったんだと。石をちょっと借りたいんです。私への世界へ続くドアを開けるための石が必要なんですと。石は今どっかに行っちゃったと。なくしたんですね。一体どこにあるか覚えてない。思い出せないと。 Every time they see guy hide。 なるほどね。こう探すたびにどっかに置いてしまうし、とりあえず常に見つけられないんだこいつは。で、あれらを見つけるのはとても難しいと。不可能だと。見つけることはできないって書いてありますね。じゃあ助ける、助けるじゃないわ、その石を見つけるのを手伝う。もしかしたら私手伝えるかもしれないと。
I just want to know the biggest answer. みたいな。こう一大の大きな答えを欲しがっていると。一体どういうことですか？How does a rabbit do it? どうやってウサギがするんだね。どういうこと？一度人間がそれをやり遂げたのを見たことがある。ウサギは、あ、マジックのこと？こう空っぽの帽子からウサギが出てくるのを人間がやってるのを見たと。うん。でも一体どうやって ？This is a great question of them all。これが大きな疑問だと。もし何も存在しないのであれば、そこには何も存在しないはずじゃないのかと。But if the nothing exists、もし何もないということが存在すれば、そうだよね。こう難しいよね。だから、こう nothing っていうのは何もないってことなんですけども、何もないことが存在するということは、何もないということが存在するんじゃないかと。There is no nothing っていうのはこうだから、そう、何もないってことはないんだと。何もないが存在するんだから。これあったな、なんか好きな言葉であったな。また考え始めてしまった。一体どうしてなんだ。Ask the person who did it、その人に直接聞いてみたらいいんじゃないかと。誰ですか。Oh, I have a visitor today。 どういうこと。今まで俺に気づかなかったってこと。どうやらお客さんがいるらしいな。こんにちは。一体どうしてグレートウィザードに会いに来たんだいと。グレートウィザードっていうのは私のことだと知ってると思うか。王様に連れてこられたんですと。王様がここに行ってこいと。石のために。あの石か。It's been a long time since somebody came around asking for the world。最後にその石について尋ねてきたやつがいたのはかなり昔のことだと。なるほど。誰も見つけられないように素晴らしい魔法を使ってその石たちをもう隠したと。知ってるだろう、黒い影たちを。ザ・カマラス。あいつらは常にあの石を盗もうとしている。しっかり隠しておかないといけなかったんだと。でも、家に帰るために石が必要なんですと。王様曰くその石があれば、私の家の扉を開けてくれると。うん、石は隠されている。ただ、4つの謎解きを覚えていると。ザットはコネクテッドのストーン。なるほどね。4つ謎解きをすれば石が手に入ると。4リドルズ。That will unlock my memory。 4つ謎解きがあってそれを解けば私の記憶が蘇ってくると。ただ全ての謎解きが正しく解かれた時にだけ。君に5つのアイテムを、どこで見つけられるかを教えることならできると。このアイテムっていうのは、石のことで In their layered reality。 だからこの現実世界じゃない、他の現実世界にあるっていうことですね、その石が。で、唯一一人だけがその石を持って帰ってくることができると。それは私だけだと。ちょっと情報がすごい多いですね。ちょっと君に見させてくれ。何をですか。どっこ、他の現実へ飛べることができるのか。これはイッサースタの星。オムカバー、ザ・グレイテスト・ガイド・オブ・ザ・スカイ。空の案内人だと。ザ・グレイテスト・ケア・テイカー・オブ・ディス・アイ。この島を見守ってる何かなんですね。それはすごそうねと。乗せていきましょう。直接こうね、謎解きがどこにあるかなって聞いても。
こういうジジイは教えてくれない。リトゥンダウンザランゲージオブエルです。その謎解きっていうのは全ての言語に言語で、書き下ろされていると。だから俺も読めるってことなのかな。答えは常に一つのアイテムだと、そのアイテムをイサースタの星、これに、セットしろと。置くんですね、どっか正しい場所に。オンゼアリスペクティブシンボルズ、何らかの関わりを持っているシンボルがあるから、それに合わせてアイテムを置けと。その後に、ストーンがどこにあるかを君に教えることができると。なるほど、ちょっと後でも。ありがとうございます。王様が言ってたけど、あなたなら私を人間にもう一度戻してくれるって聞いたんだけど。彼がそんな話をしたのか。それは本当だと思う。思う。ただどうやってするかをあまり覚えてないと。覚えてないんですか。こんな木みたいな格好をしてたら家に帰れないじゃないかと。それはもちろん分かっているが、今すぐには助けられないと。記憶がないんだね。だから、私の知識を取り戻さないと、回復しないとやり方がわからないと。君が石を見つけた後に、その人間に戻す方法っていうのを、試せるかもしれない。それはよかった。 Yes, incredible and great。 とりあえずは、謎解きを解いてみるといいと。そうすれば全て良くなると。人間になるために、何か特別なものはいりますかと。匂いがとても大事だ。もしこれがちゃんと覚えているのなら、君の服を持ってきなさいと。そうすれば、どうなるか試すことができると。謎解きについてちょっと説明してもらおうかな。一応選択肢があるんでね。一体何をするか忘れた。あ、もう覚えてる。それは覚えてるかな。とりあえずアイテムを持ってきたら詳しく説明してやると。なるほど。まず1個目は I'm cold as I am, but if you use me, I'll be burning hard。これは鉄なんじゃないか。あ、これ人型になってる。私はとても冷たいが、もしあなたが私を使うなら私は激しく燃え上がるだろう。これちょっとブラックスミスがね、下の方にいたんで、それがちょっと怪しいかな。 I'm shiny as the sun, but I'll never burn you. Perhaps a sour smile.サワースマイル。あれはシャイニーアッザさんってことは、こう、多分レモンだと思うんですけど、ね、サワースマイル。サワーは酸っぱいっていう意味で、太陽のように輝いてるっていうのは多分黄色とか色を示してるのかな。フローフローコールドブラッテッドさん。レッドユアボディダンススルーザライジングストリーム。なんか水に浮かぶ何かなのかな。コールドブラッテッド。なんかカエルとかいたっけ。ライト&フォロー。 I'm the freedom of birds and the pen of men。 わからない。さあ戻ろう。とりあえずは鍛冶屋へ向かおうかな。うわ、シャドウか。あ、やっぱりお前だよな。お前だと思った。パロントラス。待って、行かないで。彼とても調子が悪そうだったと。彼はお医者さんじゃなかったっけ。自分で治せるかもしれない。そう願うよと。彼はとても怪我をしていたように見えると。で、羽も失っているようだった。一体何が起きたんだろう。
だあいつもこう闇があるんですね。あ、ちょっと待ってよ。あ、こっちか。これだな。このこいつだと思う。1個目のやつは。ブルーターこれ読んだやつだもんな。フューグロックピーシーズ、それは分かったんだけど、何でも作れるんですよね。一緒だな。なんか爬虫類いなかったかな。こいつもコールドブラッテッドっぽいけども、ブラッドすらなさそうだからな。じゃ水に浮かぶ何かっていうやつを先に見に行こう。あ、ここで季節変える。冬は誰もいないんだな。さあ季節を変えたら会話の内容は変わるのか。あ、なんか新しいやついる。一緒だ。じゃあこの場合は水に浮かぶなんかっていうのを先に見に行こうかな。船あるし、ここに。あ、ルッキーティー。さあ船の中に乗って、どっかに行くわよと。あ、こんな勝手に行けるんだね。さあここになんかあるんじゃないか。あの島はとても小さい。そうですね。あ、ここに来た。ここで俺の服が手に入るんだな。おう、フラン。ここにいたんだよと。ここの橋を僕が直したんだと。君はとても賢いんだな。私たちのものが見つかるといいわ。さあ、ここですね。で、ここで服をとりあえず回収していくと。私のピルがない。ピルはここにはないのかもしれないと。もしかしたら君はなくしたのかもしれないと。まあどの道あの薬飲んだっていいことはなかったと。まあどっかでまた見つかるかもしれないし、とりあえずは何か他のことをしましょうと。これ服全部取ったのかな。あれ何なんだろう。あれはお城。ああ、そうなんだ。あそこが城なんだね。さあ行こう。とりあえずこれで服は、あ、これ釣り竿手に入ったな。ユーズ、これはここで使うんじゃないか。この辺で釣り竿を使う。もう使える？トライングアウトスイングズ。まあ何もできないと。何をするんだろう。とりあえずどっか行ってみよう。さあ他の季節になるとどうなる。秋。あ、これ難しいな。マップ広いくせに四季がしっかりしてる。さあ冬になると、あ、やべ、動けない。なるほどね。さあここでとりあえずもう降りて、ここから何なんだろうな。フロフロゴールデッド、ゴールブラッデッドさん、レモンだな。この羽手に入るか。来たね。この羽何に使うの。これ難しくない？うわ、なんで近くに来るんだ。フラン、君
君が願っていたものを一つ持っていると。君が探しているものを私は持っているんだ。あ、お母さん、マメイ、お母さんだろ。私の愛しい娘よ、もっと近くに来てと、あなたのことを感じさせて。お母さん、私怖い。恐れることはない。もっと近くに来ないとダメよ、フラント。あなたにキスがしたいの。お母さんじゃないですからね。あなたは私のお母さんじゃないと。お母さんは死んだと。早く近くに来なさい、今すぐに。もし近くに来なければ、あのでかいモンスターがあなたを捕まえに来るわよと。あなたはお母さんじゃないと。私を一人にして。あのでかいモンスターが君を捕まえにやってくると。繰り返してますね、その言葉を。やばいやばい、荒れてますね。お母さん、お母さん、落ち着いてください。あなたは死んでます。お母さん、私が怖がらせてると。やめて、お願い。なんかもうピルはいらないみたいだね。かなりやばいらしい。あ、これ見よう。あ、これ見たな。うん、こいつはイエスしか言わないもんね。その際は一体何を言っているんだいと。うん、生まれた時のことを書いてあるんだと。We have to spend entire time to us。我々は全て我々の一生を通して、その言葉の意味を理解しようとしなければいけないんだと。Power, the understanding of wisdom。力は、知識を理解すること。真実、理解することの力へ続く道。ウィズダム、知識というものは、静かにやってくると。一体どういうことですか。この会話なかったな。まだ意味はわからないと。ありがとう。そうだね、一生使って紐解いていくわけだからね。ここもあれだな、季節関係ありそうだな。あ、冬になったらここ開くんじゃなかったっけ。あれ、ちょっと待つと、お前パスワードを知っているのか。パスワードっていうのは一体何ですか。図書館のパスワードですよと。パスワードがないと中には入れません。それは知らなかった。あ、ウィザードなら手伝ってくれると。なるほど。ウィザードってグレートウィザードしかいないよね。